こんにちは。今日も習慣化のお話をしていきます。習慣形成&習慣強度という、ちょっと言葉としては難しいお話になります。お話ししていくとはそういうことかっていうすぐ分かっていただけると思うんですが、昨日から習慣化せっかく定着させたのにそれが挫折してしまうとか長く続かないんですよねっていう悩みを抱えた時に、どうやって挫折をしないようにするべきなのか、どうやって長続きさせたらいいのかっていう、そういう話にシフトしていきました。闇雲にですね、習慣化っていうのをしようとしたとしてもなかなかうまくいかないんですよね。で、習慣っていうものには着眼点っていうものがあって、それが最初に言った習慣形成とそれから習慣強度っていうところになります。何が言いたいかっていうと、習慣を身につけるという形成の部分と長続きさせること、これが強度の部分になってくるんですね。で、それぞれっていうのは別々のテクニックっていうのが必要になってくるんですよ。だからどんな習慣化を身につけたいんですかっていうことと、それを長続きするためにはどういう内容でセッティングをしておくことが大事なんですかっていう、それぞれの着眼点を持つことっていうのが大事なんですよね。この掛け算を失敗してしまうと、もうそもそも習慣化のスタートも切れないか、もしくは続かないっていう結果になってしまうんですよね。じゃあその習慣化させていくためにはどういったポイントを着眼を置いて習慣化させていったらいいのかっていうのが今日のテーマになっていきます。いろんなことを皆さんも私もですけど始めようと思うんですよ。ところが結構ハードル高めに設定することってありません？それがそもそも習慣形成の段階でミスっているっていうことなんですよね。だからポイントっていうのは何かっていうと手軽さなんですよ。いきなり1日腕立てスクワット腹筋30回ずつやりましょうって言っても、そもそもマックス10回とか15回しかできない人がその倍とか3倍とかの数やろうと思って1日目で挫折してしまうっていうことありえますよね。とかタバコを1日40本とか50本吸っているような人が明日からゼロにするんやってなっても、そりゃ続きませんわっていう話ですよね。1日に、晩酌でビール缶3本開けているような人が明日から禁酒するんや肝臓休ませるんやって言ってゼロ本にする、これもできないっていう話なんですよ。だからどれだけ手軽にできるかっていうことがポイントになってくるんで、例えば腕立てするんだったら今10回できるんだったら1日5回だけやるとか、タバコも1日1本ずつ減らそうとか、でそれから晩酌をする代わりにおつまみをいつもよりちょっと多めに食べて肝臓のためにもビールの本数を2本に減らそうとかっていう、そういう風にシフトしていくんですよ。だからいきなり01に持っていくその1っていうハードルがあまりにも高く設定しすぎて習慣化がそもそもスタートしないっていう人が結構多いんじゃないかなっていう風には思います。だからまず習慣化を身につけていく初期の段階においては、どれだけ手軽にかつシンプルにできる、もしくはハードルが低い状態でできるのかっていうのが大事になるんですよ。ところがその腕立て5回しましょうとか、タバコ1本ずつ減らそうとか、晩酌のビール1本減らそうといっても、ここに関してはどんな小さな目標を立てて習慣化しようと思ったとしても、やっぱり最初っていうのはある程度の意志力っていうのが必要になってくるんですよね。で、つまり今日は何々をやるぞっていうことを自分に強く言い聞かせないと、何をやるにしてもどんなに低いハードルだったとしてもたっけーって思っちゃうわけなんですよ。だからえいやというふうにやるっていう気持ちが最初は必要になりますよね。ところがある程度それを続けていくと、今度は習慣強度の話になってきて、その5回っていうのを始めるまでにどんだけ楽にやったらできるのかな、スタートできるのかなっていうポイントに今度着眼が移ってくるわけなんですよ。で、なんですよ、やる内容、腕立てを5回始めるまでの内容に手間を感じてしまうと、たった5回だし今回はいいかっていう風に投げやりになってストップしてしまうっていうこともあり得たりするんですよね。だから優先度を下げてしまうんですよ。だから気づけば挫折していましたとか、知らない間に腕立て全くやらなくなってしまいましたっていう風になってしまいますんで、だからある程度強度の低いハードルの低い習慣を毎日毎日続けてきたら、60日を過ぎたあたりで習慣化定着するんですけれども、ところが同じようなやり方を続けていくとまた挫折してしまうという可能性がありますので、今度はその停滞とか挫折っていうのを防ぐために、もっと腕立て5回をやるために簡単にできる方法はないかっていうのを探すっていうのが重要になってきます。はい。でそのためにどうしたらいいかっていうと、例えば腕立てであれば、それ専用のマットとかの上でやったりする人もいるんですけど、その専用のマットをもうずっと引きっぱなしにするとか、あるいはプッシュアップバーっていうのを布団とかベッドの横に置いといて、朝起きたらすぐに横にゴロンと転がってすぐに5回できるような状態を作っとくかっていう風に、スタートまでのスピードっていうのをできるだけ上げていく、スタートまでのハードルを下げておくっていうことが大事になってきます。ね、
だから僕なんかで言うともう筋トレルームっていうのがあって、そこにもうヨガマットとそれからプッシュアップバーとそれからダンベルっていうのを置いてあるんですよ。そうすることによって朝起きるとかお風呂入る前とかにすぐその場にいてヨガマットの上に乗って、でプッシュアップバーで腕立てをして、でその後ゴロンと転がって腹筋をやって、その上でスクワットをやって、でダンベルやってっていうようなことを平日なんかは毎日やってるんですよ。今休日はねジムに行ってるんで土日はそこは使わないんですけど、そういった形で、ハードルを下げてやってると。だから20秒ルールなんかのお話でもやりましたけど、人間って結局やるまでの手間を感じてしまうと何もやらなくなっていってしまいますんで、今日もこれやるのか準備大変だなって思ってしまうと何もやらなくなってしまいます。ですから今やっていることの手間ってなんだろうと、始めるまでの手間って一体何なんだろうと、この手間さえなくなったらもっとやりやすくなるのになっていうものを見つけて、それに、特化していく。でその障害っていうのを省いてしまって、あ、こんなに楽にできるんだ、あんなに楽にできるんだっていうような状態を作ってしまったら、習慣化も挫折しにくくなって結果長続きしますよっていうことです。だからまずは習慣形成、何を始めるのか何をやるのかっていうハードルをできるだけ低くしてスタートするっていうのがおすすめです。ただそれでも意志力っていうのは大事になってきますんで、そのスタートを切ってうまく続けさせていくためには習慣強度、つまり、どのくらいのペースでやるのかとか、どのくらいの内容でやるのか、そしてそれを始めるまでのハードルをどれだけ下げることができるのかっていうことに着眼を置いてやっていくっていうのが大事ですよ。何をやるのかどうやるのか、この2点を大事にしてですね、習慣化っていうのを図っていただけたらというふうに思います。今日はそんなお話でした。はい、ということで本日も動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。